スキャンダルですよね。その触手内心のはこういわゆるこういつも定価カズラに身を戒められてるんですけど、実は嫌じゃないんですよね。実は好きなんですよね。その定価カズラに戒められることがですね。定価の話なんていうのは今の現代のお話に置き換えてもですね、十分あの通じるような世界だと思うんですよね。